こんにちは。今日は、12月7日締め切りの処方、5、6年生の皇室課題のお手本を書いていきたいと思います。ですね、まず鉛筆ですけれども、5、6年生になると結構細かい字なので、もうこのぐらい尖ってても構わないんですが、まあ、なるべく柔らかい芯のものを使うこと、それから少し丸めた感じで、先が尖ってるかどうかっていうよりも、この先がペタンとこう、なんていうんですかね、直角にこう曲がってないことの方が大事なので、こう寝かせるようにこう丸くしてあげてから使いましょう。では実際書いていきます。今回の手本はこちら、動物の中で大人になっても遊び続けるのはというこの文章なんですけど、これ見ていただいて分かる通り、行の幅がありますよね。これいつも同じ幅なんですけど、ここの余白に注意すること、ここ端は開けますので目いっぱい書かないようにしましょう。で、あとは途中でちゃんと下がどのくらい開いてるのかっていうのを確認しながら書いていきますよ。はい、それでは動物の中で動という字ですね、中心線しっかりこうあるものだと思って、その中心線寄りに一画目入ります。行とね、上しっかり揃えましょうね。で、ここからこれ起筆をグッと入れといて、こうで、その先からこういう風に持ってきます。で、真ん中の線よりも出ないように、これね、中心線書いてないんですけど、いつも中心線があるものだっていうのを頭の中に意識をしておくことです。で、ここから、中心ここを貫きます。で、短めでいいんですよ。辺ですから、これはこう下から上がるように。でですね、こちら側、力という字、動物、いつも作り側が上から来るようなイメージですね。これ、ここよりここが高くなりますよ。動物の中で、で、この時ひらがなの大きさと漢字の大きさ、それぞれどういう比率になっているか少し見ておきましょう。大人になってもですね、これ大きいに、になっても、あ、見えるかな、このあたりで、そうですね、なって書くときには、この対にしてここを1、2と対になるような感じで書くようにします。これバラバラにならないようにしたいのと、あとこの斜めのラインしっかり出しましょう。で、点からのこれですね。で、ここが終わってからそのまま次に行くような、ここで一旦切れないというか、少し次にここに行ってるんだなっていうのが分かるぐらいな感じ。実際つながってなかったとしても、そういうつながりが目で見えると綺麗です。つからでなっても、遊ぶという字ですね。そう、これもまずこれがありますけど、これよりも上からこう入るように、高くなることで、ここですね、で B です。はい、次に行きます。続けるの、そう、続くという字です。この糸辺難しいですが、ちょっと起筆をね、しっかりこれ入れましょう。押し付けるのではなくて、こう縦に引くように斜め45度で引きます。で、ここ小さくならなくていいんですよ。それよりも締める、この角度が大事ですね。ちょっとこの辺に書いておきましょうか。グッと入れたら、ここの角度、締め具合が大切、ま、これが正解なんですけど、間違った形はこうになってしまうことが間違いですね。
で、じゃあここ行きましょう。続きですね。さっき折れちゃったので、なんかちょっと形が少し整えてから行きましょう。ここからここを1本目長く、頭ここしっかりしましょうね。でこうです。で次ですね、ここ左へ、下に行かないこと、スーッと下ではなく左へ行きます。でしっかり入れて、内側から外側へ、で上へ向かいます。続けるのは、ひらがなの連続がすごく難しく感じると思うんですが、結構ここ詰め気味ですね。2行目かなり詰まってますので、縦幅を省略をなるべくしたいところです。あまりこう場所取りたくないので、毛なんか少し本当はさーっと長くしたいところですけど、このぐらいにしときましょう。ですぐにるに入ります。けるで、この後のですね、の払った後、この流れのこの払いからのここに行けるような感じ。人類だけで点、人類だけで点入るかなってぐらいギリギリなので、そういう時はここから人っていう字を書く時に少しこう横に広げて、で入れ込むぐらいな感じ、もう近いですよね。こういう風に入れ込んでいきます。類で左よりも右を高くしたいので、とぶつかりそうですが、 1,2,3 で右はしっかりね、眺めがいいですよ。こういうところは眺めにすることだけで、またひらがな連続ですね。だで点、はい。で、脳を発達、脳を発達、月変ですので2画目、1,2,3,4画目ですね。4画目下からシュッとやるような感じでいいです。でそこからトントントン、1,2,3でこうですね。最後、ここも最後ね、右しっかりってところ。脳を、映るかな。おはね、これ遠くからやりましょうね。あんま近くにしないことです。で、発という字です。出発の発。これ書き順が結構間違ってる子多いかな。最後ね、これ1,2,3,4,5で6,7,8,9、そう、こういうところはさっきのね応用ですね。続けるという字と似てますけど、左に払う、でここ内側に向かうように、ちょっと内股になるような感じにしておいて、ここまっすぐに持ってくる、で上に上げるということですね。もう5、6年生になると一つ一つの漢字がどうとかっていうよりは、気脈とかですよね。次に向かうところがちゃんとできてるのかどうか、そういう並べ方の問題だったり、入れ方、書き方、なんかそういうところがよく見られますので、その辺をちょっと注意していけるといいと思います。で発達の達ですね、友達の達ですけど、これ土をまず書きます。あまり右に寄らないようにしましょう。新尿のものっていうのはあんまり左と右に分かれるようなイメージではなく、もう真ん中に行っていいぐらい、尿の場合は端に書けますので右に逃げないようにしましょうね。で点からの点と次はこう離します。点打ったら下からグッとくるようなイメージ、このぐらい空いていいですよ。はい、させ。させですね。こんな感じ。さはこれぐらい。
寝かせる感じで三角形を目指しましょうね。ってことは一画目ここが長くないと三角形にならないので一画目長くしましょう。背も一画目が長いですよ。で分化を気づいた。分化1点打ったら下からグッと上がる。で左払い右払い、右重くしましょうね。上上がってしまわないようにこことここ揃うようにします。分化化けるという字です。こっちから上気づくという字です。竹冠、1個目、2個目を大きめ高め、こういうところの気質はしっかりしましょう。ここ高くなることですね。あと次下から上で点で次が長いところですね。こう長くしてこういうところはね頭は出にくいので無理して出さなくていいので少しこう出るようなイメージで気づいた。はい、こんな感じでしょうか。で小5、6年生なので小5にしましょう。小5はい、これで出来上がりですね。全体像は映るかな、こんな感じ。はい、わからないことはまた直接聞いてください。